だから速報がすごい重要だってことを忘れないでください。結局、本当の勝負っていうのは2月1日、もしくは同志社だと2月5日、ここからが実は本当の勝負なんです。この大学のこの学部はここやるんだよって。これすごいよね。全部当てたら僕は逮捕でしょうきっと。で、これは日本史の先生にもお願いして僕と同じようなプリントを作ってもらいました。 サラームライ君、皆さん、こんにちはアーミルエお元気ですかいつもの代々木ゼミナある世界史講師佐藤幸雄です昨日ちょっとお出かけをして今日ちょっと髭がきれいになった感じしませんかね皆さんの入試に備えて清めたんですね今日もエジプトカイロの事務所から皆様にお届けしていますさてホワイトボード見てください2022 カンカン同率。よく見てください。直前じゃないですよ。超直前ですから。つまり、もう明日試験、明後日試験、ね、今、試験期間中だ。その時に、この大学の、この学部はここやるんだよこれすごいよね。全部当てたら、僕は逮捕でしょう、きっと。ね。ですから、これは自分で当ててもらうんです。ある程度は。もちろん、僕は、素人ではありません。 くろとです。これが無料で動画を流していいのかっていう問題ですけどね。もちろん、代々木ゼミナールの回し物ではありません。代々木ゼミナールのものです。<laughs> いいですか僕はね、こういう名前が嫌いなんですよ。だから僕はこれで講座を設置するのはやめてくれってヨゼミに言い続けてた。だって考えてください。英語や国語ならわかりますよ。でも、 感、感、同率なんて、社会科は問題全然違うし、レベルも全然違うし、出方も全然違うのよ。それを一括りにする理由っていうのは、これをいくつか受けるっていう前提で講座作ってるんです。でも、そうとは限らないでしょだって、二つしか受けない人。他の大学の話してるときに寝てんのかよ、みたいな。マッチョじゃない。だから僕は、お願いして、お願いして、お願いして、毎年お願いし続けて。え、ようやくですよ。ね。去年、一昨年ぐらいからですね。 感、感、同率はそれぞれ別々に1個ずつ90分たった1個ば4000円、ね、なんかジャパネット高田みたいになっちゃったねだから本当は取ってもらった方が早いんですよ、ね、だけれどもちょっと近くにヨゼミのサテライン予備校がないとかお金がなくて通えないとか実はヨゼミは家でも見られるって知ってましたか なんだけど実はヨゼミの講座も90分で実は話せないものがあるんですそれが何かというと今年こここが出るこれをビシッて言うと万が一外れた時にクレーマ来るんですよこれってちょっと予備校としては微妙なんですねだから少しぼかして話してるんですよちょっと見てくださいでこれ実はヨゼミのテキストに書かれてるものでね みんながよよく知るのは3番とかですよこの大学はこんなものが頻繁に出るよこれは適当じゃないですよ我々この本物は本物の予備校講師はもうデータが揃ってますからそのデータを毎年毎年出た問題をこう精査しながら少しずつ変えていって毎年こうやって出してるんです。知りたいでしょでさらに4番目 これ僕のテキストしかないかもしれないんだけども、いわゆる日程別、学部別に、えー、どこの単元が出たのか、教科書のどの単元が出たのか全部データ化されています。各年に出るなとか、3年連続出てるから今年は出ないかなとか、毎年出てるから今年は出るなとかが分かるんですよ、これ。日程別ですよ。大学別じゃないからね。そう欲しいでしょ。あとは、本当は皆さん知らないかもしれないけど、過去問って他の学部も全部やらなきゃダメなんです。自分の受ける日程や自分の受ける学部だけやったって世界史は当たんないですよ。 だけど時間がなくて他の学部やれないとか過去問が手に入らない卓郎生なんていっぱいいるわけじゃないですかだから見てある程度できる人ですよある程度ってのは基礎力がついてる人の場合学校や自分で勉強したんじゃきっと取れねえだろうなっていう問題をきちんと回答のような形で文章化してテキストに載せたけてるんです。 ってことは、実はこのテキストがあると、皆様は、過去問やらなくても済むんですよ。それが僕が、グラスのスチー情報公開、これロシア語ですけど、こうやって名付けているものなんです。あとは最後に、あの、よく出そうなね、偶数年の過去問を入れて、この大学はこうやって解きますよという解き方を教えている。これが講座なんです。でもその中で、やっぱり喋りきれないのが、今年はここが出るぞと。この、えー、っと、日程はここら辺気をつけろよっていうのが、なかなか話せないんですよ。 なのでその部分をこの動画でお話しいるとこですだからいわゆるヨゼミの講座プラスアルファのアルファの部分をお話しするんですだから本当はこの講座を取ってもらった方がいいんですよ絶対にだけどれアルファだけで仕方がないからやる人もいるしだから今からでも遅くないから英語や国語はわからんけど社会科はもう試験始まる前日でも前々日でも絶対にこの,この講座を取った方がいいんですよ だからまあ、取るかどうかお任せしますけれども、少なくともこのアルファの方を今日はお話しすることになるということです、そのアルファを、えー、カンカン同率、各大体5分から8分ぐらい、えっ、ー、と、プリントを使ってお話しするので、そのプリントを準備してもらうことになります。で、これは日本史の先生にもお願いして、僕と同じようなプリントを作ってもらいました。ただちょっと動画に出るチャンスがなかったので、えー、プリントの方だけホームページにアップしておきますから、皆さんは日本史の方おられたら、必ずこの動画を見て、やり方は同じですから、 ねえー、この動画を見てすぐ僕のホームページに行ってで日本史の方も印刷してもらった形になりますこのプリント手元に置いてください読み合わせになりますじゃないとメモできないですから全部なんてそんな全部ここにこうやって字幕なんて出せないですよ <laughs> なので、えー、準備してもらって僕の話す内容をこうチェックしてもらう感じになるわけですその前に一つ皆さんに知っといてもらいたいがあその知っといてもらいたいってことがこれですこの過去問の読み方つまり6カ年データから当てるんですよ 当たるんですわかるここの日程は今日今年はここでぞってでそれの読み方が実は横スライド縦っていう3つの読み方があってこの横っていうのは自分の受ける日程の過去6か年何が出たかって。ね毎年同じものが出てるのかとかね毎年全く違うものが出てるのかとか例えばある年にイギリスの古いのが出てるとねある年にイギリスの新しいのが出る同志社とかですねっていうのかこういうのが横って言ってたんですよ。 でこれを知らないで、ただ単に過去問やってる。ね。自分で受けるに程を過去問やる。ね。出ると思って5回も6回もやる。リスメーカーなんて絶対同じの出ないですから。絶対出ないです。<laughs> なので、ずっと過去問やってんだよ。で、取れない。当たり前ですよ。取れるわけないじゃん。同じの出ないんだから。ね。そういうのを、やっぱり分かってないんですよ。だから、現役生とか、卓郎生とかっていうのは、やっぱり予備校通ってない、塾通ってないと、こういうのは辛いんですね。そのための動画です。あと、スライド。スライドは、去年、おととし、他の学部で出たものが、今年自分の学部で出る。 ってことはやっぱりこの本当は5番なんですよね。つまり他の学問の問題が手に入らないと当たんないんですよ。その話をしていくから。これね。で、最後に縦。縦ってのは今年、去年、2021年はどんなのが出た ?2019 年はどんなのが出たこれいわゆる流行ってやつですね。これ別動画で、世界史全体の入試、世界史流行、今年はこんなのが流行するよって話を動画見ました。 見てないでしよまだ。まだ見てないですよ。だって、まだ1500、600人ぐらいしか見てないですもの。見なきゃダメですよ。さらにその中から、今度は、同志者、感覚、ね、立命、どんなものが流行するんだろうっていうのが縦なんです。これを当てるんです。それが六カ年データを使って、この後、僕が喋っていくことだから。え、しっかり聞いてもらいたいですね。よろしいですかじゃあ、準備してください。それでは、早速、パワーポイントで説明していきます。それでは、こちらです。どうぞ。 はい、それでは早速開始いたしましょう右側にあるこの写真これが今年のヨゼミのカンカン同率単独講座のテキストですお近くにサテライン予備校もしくはヨゼミの校舎ありましたら試験期間中でさえも行くべきですたった90分ですからね、えーまあ、家でもね、えー、映像撮れますのでお問い合わせくださいさあそれでは説明していきましょうではまず寛大からいきます えと寛大の場合はですね、えー、左,側左下見てくださいね、ここから説明しています、えー。最後の的中ゲット、ねえー、最終過去問のチェックです。まあ、横、スライド、縦、先ほど言った話が出てますが、まず横からです、なんと寛大は、えー、2、3年連続で同じ地域や単元が出てくる、これは過去問やらなきゃダメですね。 しかもですよ、書いてある通り、同じ単元のこともあるが、例えばイギリスの革命が出てたら、次の年は19世紀のイギリスが出るとかね、つまり同じ地域の違う時代か、もしくは宗教改革のルターが出てたら、次の年はカルバンが出るとか、こういうのがあるんです。これが特徴としてあるので、えー、やはり、えー、去年、一昨年の過去音、しっかりと潰すこと。6カ年データで言うと、 左側にあるもの3つ、これはきちんと潰してください。さらにスライドを見てくださいえ。スライドの場合には、えー、過去3年以内、自分の受ける日程で出題されていない、さらに去年、おととし、他の学部で出題されているものこれ、そっくりそのまま全く同じ単元が出ます。だからそれを僕が右側に並べたのがベスト15なんですよ。このベスト15っていうのは、去年出てると出てこない可能性もあるかもしれません。 なななののででここれきちんとととやってけば、えー、かなりり確率で出てくるということになります縦、はい、です縦の流行に関してこれ見てくださいよ。もうとにかく同じものが繰り返し出題されます。つまり2月1日で2月2日で2月3日で出てくると8割以上もう1回出てきます。だから速報が重要だっていうのが菅大の特徴なんだということです。 もちろん流行は前もって当てたいですけども僕はそれを当てにいくよりもとにかくこのスライドするベスト15のところをできる限りやるただ全部はできないので自分が苦手なところだけ潰していくというのがおすすめとなりますで知ってると思うんですけど寛大っていうのは空欄補充と整合があるんですが、まあ、だいたい7割から7割5分が空欄補充で2割5分ぐらいが 正、えー、なんですよだから英語と国語が取れていて世界史はまあ6割5分ぐらいで受かるなっていう人はもう正語問題に時間かけないでとにかく一問一答を徹底的にやって空欄保持を埋めることですしかもオール選択ですからねできないわけがない努力に比例する感じです必ず対文4つあったら3つは簡単ですから その簡単な3つを確実に取れば7割を超えるわけでしょ。いけますからね。えっ、ー、と、大体よくわかるんですけど、キリスト教をやるときに気をつけるのがこれです。これってキリスト教のとこにないよね。これ中国のイエズス会の活躍、これ文化史でも関わってきますね。えー、イエズス会はいろいろな実学を作っているので気をつけることです。あと、この英仏の対立も必ずスライドするんだけど、どこが出るか分かりません。 ジョン・ウォーのところが出るかもしれないし、百年戦争が出るかもしれない、あとはスペイン継承戦争やオーストリア継承戦争が出るかもしれない、フレンチ・インディアン戦争が出るかもしれない、気をつけなきゃいけないですね、あとはあの2022年の入試ターゲット、世界史、今年ここは出るロシア、このね、ロシア、ソ連は今年ね、気をつけてほしいんですよ、これはスライドするだけではなくて、いろんな大学で出る可能性があるということに注意しましょう。 あと、今年はこの辺が出そうですね。第1次世界大戦から第二次世界大戦が始まる手前ぐらいまでです。まあ、世界恐慌ぐらいまでかな。えー、気をつけてほしいなっていうことになってます。あと、これは寛大だけではないんですが、オリエントについてはちょっと気をつけなきゃいけません。ね、注意してください。えー、考古学ね、特にエジプトの話はしていますので注意しましょう。 さて、えーと、王朝です。これはあのよく出てくるんですね。王朝名が空欄で抜かれている東南アジアの王朝、ね、イスラムの,あのブワイオフ朝とか、えー、セルジュク朝とかサーマン朝とかね、こう気をつけておきたいところになります。でも、南西必ず出る、このオスマンとムガル、しっかりとやっておいてください。で中国史に関しては、テーマで出ることが多いんですよ。だから、唐だけ出るとか、民だけ出るっていうよりは、 このテーマに沿っていろいろな王朝が一緒に出てくる。まあ、都市なんてね、毎年どこかで出てきますから、地図で確認しておかないといけないかもしれない。ですね。で、えー、とテーマです、えー。時々テーマがちょいと出てきます。そんなにいっぱい出るわけではないですから、あれですけれども、ちょっと気になったので載せておきました。余裕がある人は、この4つのテーマ、スライドする可能性があるので、注意してください。あとは地域です。 えと先ほども横の流れで話しましたけども、やっぱり地域で時代が変わる、例えばイベリア半島なんていうのは、レコンキスタが出る時もあれば、えー、フェリペ二世が出る時もあれば、ね、スペイン継承戦争が出る時もあれば、ヒトラーの,あの、ねえー、フランコの、えー、スペイン内戦が出ることもあるっていうことです。でどこが出るかっていうのは、今言った通り、えー、過去に出ていないところが出るかもしれないし、スライドしてくる可能性もあるということで。 やっぱりここら辺は、このね、14番、15番は、えー、本当に出る率が高いですから、潰しまじゃここら辺はね、去年ね、えー、最終日かな、えーっと、2月の7日に出てきたんですよ、サーマン町とかですよ、で、これ、ウイグルがか、東トルキスタンってウイグルですから、こういうのが危ない、北方民族も出るって書いてあるじゃん、ここに、ほら。なので、寛大はこういうことに気をつけます。さあ、それでは、えー、感覚になります。えー、感覚の方です、まず横。 どうにって3年以内にほぼ同じ出題はないの意味はわかりますね死ぬほど自分の受ける学部の過去問をやっても同じものは出ないということですやっちゃった人すぐに違う日程違う学部の問題をやらないと当てられないよただ、えー、4年前6年前つまり6カ年データの右側です だからね2018、17、16の方から出てくる可能性があ、つ、まあ、まるところ、4年に1回とか5年に1回ぐらい同じものが同じで出るといです。でも僕はこれを潰すよりも絶対、丸2なんです、感覚は。ウルトラスライドです。過去3年分の多学部の出題、だ多いよ、だって日程が全部で6日程あるわけですよ。で、その6日程の自分の学部以外ってことは5日程あるわけじゃん。 で、体紋5つありますから、それで3年間ですからね、まあ実質対門の数考えれば3、3×5、15。で、15×5 だから、午後25なんで、えー、75問対問があるわけですよ。その75問から同じものが出てくる可能性が8割もあるんです。で、それが実はこのベスト15の中に入れてあるんですよ。 なので、えー、わざわざあの6カ年データを1個ずつ絞らなくてもいいけれども、この中から過去に出ていない、過去3年に出ていないものを引き抜けば当てられるということです。まあ、そこでも話していきますねあ。縦です、同年流行があります、えー。だいたい毎年5種類から6種類。だから、まあ、これ、いっぱい出るわけではなさそうだな。ただ、1回出ると、もう1回出る可能性はあるので。 無視はしない方がいい方がよ2月1日に出たもの、2月2日に出たものは必ず他の日程にも出てきます。かなり速報が重要になるということは皆さんに伝えておきます。えー、4番です。えー、これはね、文化史が幅広いんですよ。で、分かる通り、全部で5問あったら、まあ、えーっと、どこか1個が戦後史が出る可能性があるわけです。でも出ないこともあるんですよ。全く1問も出ないこともあります。でも文化はそうはいかない。 文化はもうどの大門にもちょろ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 出てくるので、やっぱり感覚は文化が取れるかどうかでかなり差がつく。特にこの文化は僕が見るからに圧倒的に西洋史が多いですね。なので、この右側のベスト15にも書いてあるけれども、この文化のところに東洋史のとの字も書いてないです。いや、出ないわけじゃないですよ。それ儒学史とか出てきます。道教史とか仏教史と出てくるけれども、でも何と言っても西洋史が出やすいってことで、今からでも遅くないから文化は西洋史を潰すこと。 でこれも知らない人はいないでしょうねえ感覚といったら生誤問題もオンリーと言っていいぐらいまあオンリーとは言わないけどまあ9割近くは生誤問題ですでも難しくないんですよいわゆる用語が間違ってるもの一問一答ができればなんとなく解けるものが多いんですその代表的なものが国が間違ってる人が間違ってる事件間違ってる法律島が間違ってる都市の名前が間違ってるパターンなんですよ なんで、こういうのを頭に入れて、最後覚えるところを、まあ、この右側、を右側、十十セクション、ベスト15を見ながら選んでもらえればというふうなことなんです。わかるねだから、変にこう流れを覚えようとしてやるよりは、感覚は用語が間違っているパターン。ただね、とっきとき、全然知らない、用語集に載ってないのもなものが出てくるんですよ。それをみんなは、ああ、難しいって言うけど、それは難しいんじゃないの。できないんです。できない問題を難しいとは言わないんで、できないんだから。 難しいとは別です。んかそんなの捨ててください。だ生語が苦手な人っていうのはただ単に慣れが足りないの。とにかくもう前日まで生語は解き続けてください。ね、感覚の問題解き続ければ同じものそのまま出てきますよ。もう手抜いてんだろうって。で、じゃあ右側行きましょう。えー、右側、特に説明するものは多分ないと思うんですよあの。読めば分かるように作ってあるけど、やっぱりね、感覚は、ね、このアメリカがすごい。 まあ、もちろん、キリスト教は当然なんだけど、アメリカがよく出ます。寛大でも話したけれども、ちょっと今年はね、このロシア、ロシアからソ連というのがあるので、だから第一次世界大戦から第二次世界大戦がで出やすいんでね、この辺にはちょっと注意しておきたい。これは、カンカン同率、どこもそうなんだけども、なぜかこのオスマン、ティムール、サファビー、ムガールが出るんですよ。まあ、もう一度、オスマンとかはしっかりと見直すことですね。 あとは、まあ、最近流行りの日本が朝鮮に行くところ、まあ、ここっていうのはかなり細かく並べ替えとかも出てきますから、気をつけておいてください。で、ちなみに地域です。ここはしっかりやっといた方がいいよ。朝鮮、アフリカ、そしてイベリア半島、中南米。この中南米に関しては、アメリカと関わってきますから、だから結局アメリカが出てくるから、中南米が出てくるって感じになるので、もう一回、えー、中南米っていうと、メキシコ、ハイチ、キューバなんでね、これ大体決まりなんです。 なのでそのでそメキシコ、ハイチ、キューバが出てきたときにチラッとチェックするようにした方がいいとにかくね過去問をやることが重要です、感覚はギリギリまでもう当日まで当日の朝まで過去問をやっててほしいぐらいですが、それと同じ問題が出る多額部のですよね気をつけてください。はい同志社になりますさて同志社の横です。 えー、2年から3年ごとつまり、えーとまあ、1年吐くから2020年と2019年の問題これが実は時々ですけどね同じ地域や似ている単元が出てくるさっきの寛大と同じイメージなんですけどねで、えー、過去6か年に出題されている国の他の時代 だけどイギリスが出てる、イギリスの革命が出てる、そしたらイギリスの19世紀が今度出るかもしれない。とかね、フランク王国、フランスの中世が出てる、次は絶対王政でフランスが出るかもしれないっていうイメージです。だから、過去問をやる必要はないんですね、どうして合よくみんなは過去問やってるけども、世界史はやるんじゃなくて、どこが出てるか見るだけで十分ですよ。だって同じの出ないから。 みんなこう答え覚えてるじゃないですか。なので、同じ問題が同志やレベルで出るわけないでしょう。こんなレベルの高い大学で。問題きちんと作ってありますよ。だから、さらっと見て、あ、この辺出てるから今年はじゃあ違う時代をやろう。この国のみたいな。ね、あ、この単元出てるな。じゃ、この単元だけど出てないところをやっとこうとかこういう勉強なんですよね。同じものが絶対出てこないから気をつけてくださいよ。よはい、次、スライドです。 スライドは多学部です。これもそう多学部だね。過去3年で、えー、自分で出てないもの。過去3年分で自分で出てないものを、えー、6カ年データの3年分から、つまり表の左側の3つの年代のところから出てください。ただ、これもそうなんだけど、そのままそっくり同じものが出るといえば、やっぱり時代を変えてきますね。 同じ単元でも違うものが出てくるんです。だから同じです、結局は。結局、丸一、丸二を合わせてみれば、ね、どの学部の過去問もやらなきゃいけないんですよ。自分の受ける学部だけじゃなくて。ただし、同じものが出るわけじゃないので、解くというよりは、そこを見ながら参考にやるとてこと。だからそれが自分じゃわかんないと思ったので、俺が右側にこのベスト15を書いていださた。そのベスト15っていうのは、この横と、 スライドを合わせて今年出そうかな。だから毎年変わるんです、これ。これ、毎年、これ、去年のものと違いますからね。毎年変わってます。それはそうですよ。だって、一回出ちゃったら出なくなっちゃいますから。出ちゃったら出ないですから。というふうに考えて、こうやってちょっと広めにやっています。はい、縦です。えー、同年で同一単元やテーマ、すごいよ。8から10。去年は9出ましたね。つまり、九個の単元、9種類の単元が、 4回回から5回も出るんです,すごくないですか4回から5回だって全部で同志者って6回しか試験ないんですよそのうち4回5回同じ単元が出てくるんですよだからおそらくカンカン同率の中では一番速報が重要になるんですよなのでまあ2月5日から同志者狙ってる人いると思うんですよね、まあ、同志者は英語できなきゃ意味がないけど英語できたらあと1個国語が正解したんですよ で国語が苦手だったら世界史だったら絶対取れますからね。意外と同志社って生語問題がヘナチョコじゃなければ絶対点数取れますよ。空欄保持は簡単です。なので空欄保持は落としちゃダメですよ。生語が出た時にどこまで取れるか、ね。な。っていうことです。だからこの2月5日から2月7日、つまり最初の3日間。これの速報がとても重要になるっていうのを忘れないでいてください。あと4番目、中国史。出ないんだよ。<laughs> 見てください。 中国人については過去3年で出題されていないもの、昨年、一昨年、多額で出題されている単元やテーマを狙っていくんです。ただし、一回出ちゃったら出ないですね。つまり速報を見れば分かんだよ。例えば、えー、と2月5日にもしろ、もしくは、もしとそうとか出ちゃったらもう出てこないですね。出てこない。潰してもいいんです。次は、じゃあ、民かな、真かなってなってくるんです。これは、同意者は分かりやすいですよ。 というので、割と絞れるから、まあ、中国史の場合には削っていくパターンになるだろうということになります。さということで、右側のベスト19、あじゃあベスト19じゃなくて、ベスト15を確認しましょう。さて、えーっとまあ、これもね、特に何か読み合わせするものはないですね。えー、ここは長いですよ。つまり、これ中世ですよ。中世、すごい出ます。 ね、なので、中世って広いじゃん。ビザンツも出てるし、神聖ローマも出るし、意外と出るとできないんですよ。なんで気をつけること。で、ちょっと幅が広いから、こうしちゃいました。革命史これ苦手だったらやっていた方がいいよ。革命史なんて並べ替えとかも出てくるし、生後問題は時代背景がひっくり返ってるパターンとか出てくる。ので、注意してほしいなと思います。で、入れるの迷ったんだけど、アメリカ史もすごく出ます。本当は、品質、地域に入れたかったんだけど、 あんまりないので、この辺に注意することと、あと、朝鮮とインドがべらぼうに出ますね。だから、ちょっと弱い人、気をつけること。同じようにアフリカもべらぼうに出ますね。で、東南アジアとイスラムは、これはまあ、他の大学と同じだけど、王朝名を当てるパターンです。これは意外と簡単です。点数取れると思うので、取ってみてください。さて、文化史はコンスタントなので、あまりね、絞らない方がいいと思いますよ。 で書いてある通り、文化史って基本、過去文から出ます。過去文と同じところ、新しいのがあまり出ないので、過去文を潰した方が文化史はいい、でもやっぱり戦後史でしょう。ね、で、戦後史については、まあ、冷戦は当然です。特に今年はね、キューバ危機、えー、60周年とかになってますし、まあ、いわゆる冷戦上の問題と、あとソ連の指導者、今年はね、気をつけることと、あとはね、このね、ここ、これ、これ、この辺もう出たらみんな困るでしょう。 でこれは俺言ったのよあの、2022年のニュースターゲット、今年はここが流行するっていうやつ、動画見といてよ。で、あの今年は72年、30周年、あ、40周年、ごめんな72年、40周年、この40周年の、えー、いや、間違えた、えー、72年、今年50周年。で、この50周年で、日本と中国、アメリカと中国が仲良くなった。 ね、さらに韓国と中国が今年仲良くなって30年です。だから、なんとなくの中国を取り巻く東アジアの戦後史っていうのは、すごい出やすいんですよ。しかも今年なお出やすい。気をつけること。で、やっぱりテーマ史でしょう。テ、えーマ史に関しては、えー、人の移動、物の移動、ね、貿易、移民、とにかく出ますね。毎年のように何か出てますよ、この貿易に関する。 これはテーマ誌の勉強しないといけないので、ちゃんとやっておいてほしいということになります。あのなんとか学部だからこういうのが出るとかっていうのはないですよ、同志社は。ないでゃないです。ないですから、学部の名前に気にせずに、とにかくここに出ているもの、そして過去に出て、自分の学部で出ていないもの、ね、これをちゃんと引き抜いてやれるようにしてください。まあ、時々、連続で出るときあるよ。時々ね、まあ、あれですから。それよりも、えー、スライド、他の学部で出たものを潰すようにしてください。 さ最後、立命になります、えー。まずね、最初に言っときますよ。よく、立命は難しい。立命はもう難しいよって言うけど、何言ってんですか。もう、立命なんて、生後もほとんど出ないわけだし、ね、年代も空欄補充で一般出るわけじゃないわけですよ。こんな楽な大学ないですって、ただの一問一答ですもん。 ただみんながね、わかんない。あの、他の予備校の先生とか塾の先生とかが、いつもは難しいよって言ってんのは、難しい問題がちょろちょろ入ってんだよ。その難しいっていうのは、難しいんじゃないの。解けない。俺でも解けないも題あるもんだって。だって、用語紙載ってないんだもん。どこにも。いわゆる教授の趣味で出す問題っていうのはあるんですよ。それが大体何問ぐらいあるかというと、まあ、年によって違うけれども、まあ、3問。 まあ下手すると5問。だからまあ10点ぐらいある年もあるんです。でもそれは難しいとは言わないでしょ。だって勉強したって取れないもの。え、それ以外は全然ですよ。まあもちろん頻度2とか頻度3もあるけども、いわゆる赤もちだけちゃんと勉強すれば7割は絶対取りますよ。それも取れます。だからビビらないでください。 よくね、難しいんですけどって言うけど、そんな難しいのじゃなくて、難しくないのとんなさいよ、ちゃんと点数。じゃあいきますよ、まず横、3年に1回、類似品が原則、これ、俺が作った言葉です、3年に1回の類似品って言って、あの過去問見ると、まあ、2000今、6か年データ見てる、2019年がおそらく今年2022年に似たようなものが出てくる年なんです。 年年にに回回の類似品ですから、まあ、もしくは4年に1回だから過去問をチェックするなら去年とか一昨年じゃなくて2019と2018ぐらいのチェックした方が同じのが出るんですね。とは言うものの類似品が出ても同じ問題は絶対出ません。1回も同じ問題出てたことないですよ。だから言ってんのよ。1問1答だってってみんな答えを覚えてるけど覚えたって意味ないもん出ないの。 だからそうじゃなくて、類似した単元が出るんだって。だから他のところを勉強してください。その出たものじゃなくて、出た周辺を勉強してほしいんですよ。用語集とかで。そうしたら同じ単元あ、同じ単元から出てくるわけだから、単語は当たる。あともう一つ、スライドです。他の大学と同様に、昨年昨年の他学部の問題と同じテーマが出ます。これはだからスライドですね。 だからこれは2021と2020年の過去問は必ず見てください。でも何度も言った通り過去と同じ用語は出ません。だから単元でいいんです。だから過去問になって解かなくてもいいですよ。見るだけで。ただどの辺出たかわかるじゃんだから丸覚えは手になりませんって書いてあります。そして皆さんご存知の通り中国史となります。で、中国史は絞らないでください。<laughs> 外れた時に痛いから。ちゃんと全範囲を勉強すること。 テーマででで出るわけでもなないんんすよねなんか古代から疑心南北朝までとかね、唐、えー、から明までとか、もうその年によって違うので、絞らないようにして、あとで話しますね。右側見てくれれば、中国史いっぱい書いてあるから、確認してね。はい、次、縦、えー、盾その他です、えー。その他は、えー、っと、大体4種類から5種類ぐらい、えー、1回出るとまた出てきますから、なので、これは世に言う、えー、流行です。 なので、あの、ここも、あの、速報ですよ。この立命館の速報のチェックは中国史じゃないんですよ。どっちかというと、中国史じゃない方のアジアとか、あとはヨーロッパとかは、だいたい4種類から5種類だから、意外と出るよ。意外と出ます。対も四つの、4つだからね。なので、やはり2月1日、2日、3日、4日。これね、これが全学部でしょ。だ2月7日の最後の学別っていうのは、だいたい出るのが分かるんですよ。そうすると。 だから僕は勝負は、まあ、受けてると思うけど、やっぱり2月7日の学部別が勝負じゃないから、ちゃんとこの動画見て、そこをきちんと聞いてれば、取れるんですよね。世界史は。ちょっと他の教科は分からんけど。と思ってください。で、特色は読んだ通りです。人物が空欄に出る。まあ、空欄に出るのが何かです。人物、戦争、条約、法律。まあ、文化多いね。文化は2割ぐらい出るから、文化史やった方がいいよ。で、やっぱ戦後史の出る率が低い。 最近ね、戦後史に出るようになったんだよ。しょろっとね。だけども、やっぱり圧倒的に文化史が出る。しかも、文化史は同じ単元、何回も繰り返しますよ。多額ものやつが。ただ、同じ問題は出ないんですよ。<laughs> 単元が一緒だけど、違うものが出るんでね。だから、逆に言ったら当てられるんだよ。で文化は美味しいから、やっといた方がいいよ。さあ、最後え、こっち見ましょうか。 えとまあ、ベスト15、特に中国史ね、ここはね、ちゃんと読んどいてください。つまり、各時代、どんな感じのものが出やすいのか書いてあるね、例えば、えー、文化、この時代の文化は諸子百科が出やすいよとか、唐とかモンゴルは人の動き、都院層とか。 あと、ね、イブン・バトゥータとか、えー、マルコ・ポーロとかあとは周辺民族だね、トバンとか、えー、キッタンとか、ああいうのが出やすいよっていうのと、あと、シハクシとか、シハクシとか、あとは何、そこ熟すれば天下たるとか、これ社会経済史が出やすいよ民心はやはり文化が出やすい。 あとはね清なんて周り民族いっぱい取ってますからね、チベットとか、それこらウイグルとかが出てくる。そして、やはり何と言っても、権流帝の後ですね、19世紀の中国史はもうこの辺はもう完全なる流れも、も国境が咲く、日中戦争まで出ますね。ただ、あんまり出なかったのに、去年、なんと立命で中国現代史が6日程のうち5日程も出なかったんだよ。 これがね、ちょっと今年どうなるかなと思って、戦後史ってあまり出ないんです、出ないのにもかかわらず、出ちゃったんです、去年、中国史で。だから、今年も、少なくともね、去年出てなかったら出ますよ、1個だけ、何日目だかちょっと忘れちゃった、えー、と出てない年度があるので、あの日程があるので、その日程は出るでしょうけど、それ以外が中国の現代史が出るとは、僕は思えない。 2年連続で同じ現代史出すなんて問題かぶっちゃうもだから僕はおそらくこのアヘン戦争とか侵害革命日中戦争の方が出るんじゃないかなと思うんだよね。で、やはり取りたいのは西洋史の方でしょう。で、西洋史についてはここにざさっと書いてあります。これっていうのは割と繰り返し似たようなものが出てるので当たる可能性が高いですね、これ。毎年です。だからここら辺は当てに行った方がいいですよ。 東洋史の方が難しいですから、知っての通り。なので、西洋史で確実に点数を取るっていうのが重要かもしれません。で、えー、やはり文化、書いてあるね、文化史気をつけること。あと、同志社にもありましたけど、同志社革命史出るじゃないでね、立命館受ける人って、同志社も併願する人多くないですか実は立命館と同志社って出るとこ似てんだよ。これ、同志社見てごらん。この3つ被ってっから。 だからこうそういう意味ではね、まあ、立命のが先だけれども革命しアメリカ朝鮮半島っていうのをしっかりとやっておけば同志社にも受ける人ね、使えるということは言っときますのでやっておいてください。まあ、今から全部はできません。だけれどもまあ苦手なところをうまく絞ってやってもらえるかと思います。では最後にまとめましょう、えー、速報の重要性がこれで分かりました。 もうとにかく毎日毎日が入試だと思ってください。まあ、受けない日ももちろんあると、今ここにあるこの日程表を見てください。ここね。今ここにあるのが、これがカンカン同率の日程表で、この×がついてるところは速報がありません。でもそれ以外はすべて僕速報をやって、動画ですよ。YouTube で流しますで、えーと。もちろんこ、今日こんなの出たよとか、入試問題もホームページに貼っつけてきますから。 必ずそれダウンロードするなりして勉強してもらえればと思います。ただまあ1時間の速報なので全てを回答を解説できないですよ。回答を解説はしません。回答なんて間に合わないですもんね。こうやない。こんなのいい一挙にこんなの3つなんてできないって時間ないもん。じゃなくてどこら辺が出たかはちゃんと説明する。あと変な問題に関してはちょっと言ってあげるから今年この辺危ないなっていうのを教えてあげるのでぜひぜひそこを見ていただければと思います。 もちろんこれ日本史もありますので、日本史は奇数日かな。ここと、ここと、ここと、あと、ここかな。ここに日本史の速報が入ります。なので、日本史の友達、ぜひいたらね、えー、っとほらえ。日本史の友達いたら、えーっと、日本史の友達と一緒に見てもらってもいいかもしれません。世界史30分、日本史30分。 で説明する形になると思います。僕は日本史やらないですよ。<laughs> 日本史の先生に出てもらいます。では、えー、こちらの方。えー、っとですね、邪魔だな <laughs> えっと。カンカン同立の直前のアドバイス、当日の速報などに関しては、えー、っとヨゼミサテラン予備校、大阪ですね、改正教育グループがあります。ここのホームページ。 に載せていますこちらの方からダウンロードすることもできますので、こちらの方はね、僕のではありませんから、あの情報、さまざまな入試情報が流れます。高校3年生だけじゃなくて、高校2年生、高校1年生、もちろんやってます。個別指導もやっていますので、こちらの方を見てもらっておけば、今後ね、 カンカン同率受けたい人っていうのは、もう私の方にはそんなの載ってないですから、えー、いわゆる入試情報だとですね、受験情報等もこちらの方を見てもらえればと思います。あとは、まあ、えー、入試しかないとかいう人とかですね、あとは、ユ男が好きな人は、こちらの方を見てもらえればと思います。あもうちょっと詳しいことは、YouTube の概要欄のところに URL 貼っておきますので、そこから即ポっていけば、えーっと、取れるようにはしておきますから、そちら見てもらえればと思います。以上です。 えー、頑張ってくださいねそれじゃあ最後にホワイトボードを戻しますので、えー、そちらの見てもらえる方と思いますそれでははいいかがでしたかあのね今話を聞いて多分お分かりだと思うんですよ結局本当の勝負っていうのは2月1日もどうしくは同し社だと2月5日ここからが実は本当の勝負なんです大切なのはどの単元が出たのかとかえどの分野どんなテーマが出たのかを知ることなんですよ答えじゃないんです でそれを知ることによって、あ、そこが出たから、次の日はここが出るだろうとか、次の次の日はここが出るだろうっていう。だから、速報がすごい重要だってことを忘れないでください。英語や国語とは全然違うんです。さらにもっと違うのっていうのは、社会というのは、今見ていたものが出れば、い偏差値40の人でも偏差値70になるわけです。だって今見てたものが出るんですよ。 それがができなきなゃよっぽど記憶力が悪いとしか思えないですよそれは大学に入りませんそうでしょ英語や国語っていうのはそれなりに実力は出てくるけれども社会っていうのは実力以上のものを出せるんですテストっていうのはそういうものなんですよ私は予備校講師らしくなっちゃいましたけどね学校の先生はそういうのはあまり好きじゃないんですよこれは僕が学校の先生だとそうですもう少し世界史の根本とか 世界史を勉強することの意味みたいなものを教えてあげたいんですけどでも僕たちの場合には受験屋ですから受からせないと意味がないんですね1分1秒前まで諦めず見続けることこれは別に慰めじゃないいいみんなを後押ししてるわけじゃない本当に1分1秒前まで見てたものが出た時に取れるってことですよそれを諦めないでいくら世界史が苦手でもできなくても最後まで粘り切ってください よろしいですかね。っていうことで、えー、今回はこの動画でおしまいですが、また2月1日から、ね、速報、カンカンドー始まります。追いかけて、マーチ、そして、早稲田慶応とやりますので、またワセ田慶イまあ関東圏のマーチと、え、ワ田慶ケに関しては、また別動画を用意しますから、そちらを見てください。とりあえず、カンカンドー2月1日から、えー、速報を返します。えー、夜、8時30分から9時30分。 もちろん世界史メインですが、えっ、ー、と、二日に一回かな。奇数日は日本史の先生にも登場してもらいます。もしかすると、古文の先生とか英語の先生にもお願いするかもしれませんので、ぜひとも、え待っていてください。よろしくお願いします。さあ、それじゃあ、みんながね、もう自分も、あとも僕は何もしてあげられませんので、えぇ、ー、速報とかを一生懸命聞いて、みんなは自分で自分の出る大学、学部、日程の、えものを当てて、 当てに行ってください。で、それでいいと思います。頑張りましょう。それじゃあ終わりにします。しょうこらん、まっさらな。頑張れよ。バイバイ、応援してます。